E プラスをご覧の皆様こんにちは。この度ナイロン 100°C 第40回公演我が家ミニ出演いたします大倉浩二と申します。参加する感想、6年前ですか？5年、まあ若者の役なんですね。まあ、その当時まだ僕はギリギリ若者を演じてたんですけども、今はもう本当におっさんなので大丈夫かなって、皆さん多めに見てください。あいつ本当はおっさんだけど若者役やってるっていうことを多めに見てご覧ください。お願いします。20周年記念公演ってことですけど、まあ特別な思い入れはないです。まあ僕が入って18年ですかね。よくもまあそんなにやってますねっていうぐらいの感想ですけど、皆さんでもありがたいですね。見に来てもらえないとそんな続けられないわけですからね、とありがたいと思っております。僕の演じる役は大鍋くんっていう役らしいです。あまり覚えてないんですけど、岡田義則くん演じる先輩と一緒になんか自主映画を撮りに来てるって役なんですよね。なんかでも本当にただただみんなをイラッとさせるっていう、それだけの役だったってことは覚えてますけどね。なんかでもまあああいう役は好きですね僕は。もう本当に最近記憶が薄くなってってるから、なんかあったかな。なんか覚えてんのは稽古場で初めて投資をした時に、僕も松永さんも結構出てない時間が多かったからすごい客観的に投資を見てて、終わった直後にあれこれ面白いかもねって話をした記憶はありますね。なんかあんまりそういうこと僕思わないんですけどね、いつも、これ本当面白いのって思いながら初日を迎えることが多いんですけど、なんかその時はそう思ったっていう記憶がありますが、松永さんが違うって言ったら多分嘘です。もうね、客演の方々も今やみんなケラさんのお芝居には欠かせない方々ばっかりですしね、鉄壁じゃないでしょうか。僕は基本的にはホテル暮らしがすごい苦手なんですよ。寝られないので。でもまあそれぞれの都市に行かせてもらうと、やっぱり東京じゃ食べられないものとかお酒とかたくさんあるので、そういうのは楽しみですね。また今回も楽しみにしてます。はい。この作品の魅力、わかんねえな。でもやっぱりあれじゃないですかね、なんか三姉妹を見るためのお芝居であるんではないかなと思いますけど、まあ大抵こう大抵こういうのは言われがちなんですけど、初演の方が良かったということに、まあ、ならないようにまたこう新しい気持ちでやりたいと思いますんで、ぜひ一回見た方々も見てない方もいらしてくださいと。劇場でお待ちしております。